はい、哲也です。今日は裏金でガサ入れか、岸田派の備中姿勢にもメスを入れろというテーマでお話ししてみたいと思います。まあ連日お話しているようにね、今自民党はこの裏金問題でね、大混乱といった状況ですね。何人逮捕者が出るんだろうかと、そして、何人の大臣が更迭されるんだろうかと、それから岸田政権はどれくらい持つんだろうかとかね、いろんな憶測がなされてますよね。今日のね、朝八を見てると最初にねこんなことが話されてました。ついに、今日か明日ガサ入れがあるよという話なんですね。ガサ入れって皆さん知ってます？ガサ入れっていうのは家宅捜索のことなんですよ。ある日突然、だいたい早朝が多いそうですけどね、7時半ぐらいにねピンポンって鳴るわけですよ、ね、そして開けると、警察官みたいな人が10人ぐらいずっといるわけねそして警察のものですがとか言って、令状ですね。これ家宅捜索も令状がいるんですね。家宅捜索令状というのを見せて、裁判所でこういう許可を取ってますと、今からガサ入れと言わないともね、家宅捜索しますみたいな感じでね、中に入っていってですね、ズカ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 と入っていってですね、部屋が4つ5つあったら全部ですよ。もうトイレから風呂場からね、風呂場の屋根の裏からね、それからもうあらゆる寝室ね、それから女性のものも含めて下着の入ったタンスの中をガサガサね、手を突っ込んでね探し回ると、それからテレビの下にいろんなビデオがありますけども、そのビデオも一つ一つ開けてね、何か中に入ってないかということでねいかがしいビデオも全部ね、持っていかれますけどもらしいですけどね、僕は経験ないか知らないけども、甘いものではないという話ですね。かなり厳しいですね。段ボール箱を数十箱、あるいは数百箱をね、持っていくという話も、どんな小さなメモでもね、証拠になる可能性があるのでね、持っていくらしいですね。それぐらいガサ入れというのは非常に厳しいものです。朝入って、結構ね 4,5 時間かけて、ガサ入れして帰るというような話を聞いたことありますけどね、もちろん自宅だけじゃないですよ、事務所とかね、あるいは議員会館とか、その他関連箇所があればそこにも行くかもしれませんね。何人の人のガサ入れが行われるか、これはちょっとよく分かりませんけども、逮捕の基準というのがね、誰かが言ってましたけど、これは正確かどうか分かりませんけども、裏金作りで脱税した金額が2500万以上になると一応逮捕になるんじゃないかというような話もあります。これはちょっとよく分かりません。脱税で逮捕ですね、特捜が動いてるからですね、逮捕者ゼロとかいう感じはまずないんじゃないかなと。逮捕者が出る可能性も十分ありますよね。ガサ入れ行われてね、しばらくいろいろ調査がした後やっぱり容疑が深まったということで、逮捕ということもありえますよね。これから何人の逮捕者が出るかというのはね、一つの興味深いところで、今ただね、安倍派だけが対象になっているようにマスコミ報じてますけども、これは他の派閥もですね、同じようなことが行われてたと。安倍派はもちろん人数がね100人程度いますから、人数が一番多いんでね、金額も数も一番多いということで、安倍派が中心に今なってますけど、麻生派だろうが茂木派だろうが二階派だろうがね、どんな派閥でも大なり小なり行われていったということなので、金額次第ではね、あるいはその何年間やってたかっていう、そういうこともあるでしょうね。そういう時間的にどれぐらいの期間、どれぐらいの金額で、不正が行われてたか脱税が行われたかということにもよるでしょうけど、安倍派だけが逮捕されて、それ以外のところは逮捕されないということは考えにくいかも分かりませんね。事態の推移を見てみないと分かりませんけども、特捜が本気で動いていることは間違いないので、何らかの大きな事件がね、ガサ入れ、明日にでもですね、ガサ入れということで大騒ぎになる可能性が、あるんじゃないかなと、思いますね。むしろもうそれぐらいのことをやってもらわないとね、泰山明道ネズミ一匹みたいなことでね終わったらね、本当に困りますよね。
ここで本当にメスを入れなきゃいけないと、ね、政治の腐敗をきちんと摘発してもらわないといけないというふうに思います。そうじゃないと我々にね増税とかなんか言ってもらいたくないですよね、はい、ただ僕はねもう一つ気にしているのはこの政治献金というか、まあ、この政治資金パーティーをめぐる裏金の問題ですね。いわゆる脱税して裏金を作ってそれをまあ政治的な工作やあるいは遊興費等々ね、あるいはまあ秘書に使ったという人もいるでしょうけど、まあ恣意的にいろんな自分の使い勝手にお金として使ってたと、まあこれ個人の所得ですからね、政治資金収支報告書に記載してないということは個人の所得ですから脱税になると思うんです。だから修正してはい以上すいませんごめんなさい間違えてましたミスしてました忘れてましたでは済まないというふうに僕は思いますよ、はい、まあ、済ましてはならないと、ね、いうことですよね、はい、ただ僕は昨日からですねずっと問題にしているようにこの問題はですね単にそのなんていうかな安倍派だけの問題という形で終わらせてはいけないと思うんですよ。まあ安倍派が一番人数が多いから一番問題だという言われ方はねもうこれ仕方がないと思いますけども、他の派閥の人たちにもこれはねきちんとね責任取ってもらわなきゃいけないんですけどもう一つね論点があって、昨日も申し上げましたけどね岸田派のこの中国人からのパーティー券購入ですねこの問題も結構ね大きいというか重大ですよね。もう一回繰り返しますけど僕は12月10日にですねこのようなツイッターアンケートというか X アンケートを取ったんですね、今日本の政界特に自民党の派閥において裏金問題が大きくクローズアップされていますが日本の政治全体においてより問題が大きいのはどちらの派閥だと思いますか、1安倍派清和会 6.5% 2岸田派宏池会 93.5% これ4901票入ったんですよ。でその中で、まあ、岸田派宏池会の方が問題が大きいよというね、まあ、反応があったわけですよ、まあ、すごいなと思ったんですね、まあ、昨日も言いましたけど僕の、フォロワーが中心だろうと思いますけど意識高いというかねもう本当にね情報通だと思いますね。でまあこの問題どこが大きいかというとですねこれ2022年5月19日の三木真一郎さんの、まあ、X ポストなんですけどこのように書かれてます。宏池会の政治資金パーティー宏池会と語る会にはいつも在日中国人団体の主要メンバーたちが参加していますが彼らが参加するのは当然理由があります。一帯一路促進会会長の中国人とかしかしこうやって見ると宏池会が保守には到底見えないですね、まあ、昨日紹介しましたねこれ2022年の5月18日東京プリンスホテルでこの宏池会と語る会が行われてここに大量のですね中国人が参加して、まあ、パーティー券購入という名の政治献金を行ったわけですよね。パーティー券購入というのは政治献金ではないという人がいますけどこれ政治献金に政治資金になるわけですから政治献金と、まあ、事実上同じですよね。ただ政治資金規正法では、外国人のこの寄付というものは認めてないんですけど、このパーティー券だけはなぜか例外しかもですね、その報告書に、まあ、名前を記載するのはですね個人であれ団体であれ名前を記載するのは20万円を超えた購入だけでいいということになっているのでこれも完全にザル法なんですよね。で、三木真一郎さんは翌日ですねこのようにまた書いてます。日本復権経済文化交流協会会長日中一帯一路促進会会長日本復讐縦横社団連合総会副会長孔子第75代直系子孫、ほか不動産会社社長中国投資会社社長、語学学校理事長等々というふうに書いてます。これが参加者の一応内訳なんですね。これ以外にもたくさん参加してたと、一説によるとですね安倍さんが暗殺された現場に、当時この日にですねパーティーに参加した女性とそっくりな女性がいたというようなね
そういう指摘もありますが、まあ、これよく分かりませんけども、まあそのような話もありますということですね。で、まあ、僕は先ほどね、安倍派と岸田派どちらが問題が大きいかというふうに聞いたらですね、岸田派の方が大きいというふうに言ってる人が多いということでね、まあ、ただこれはね、中国人にパーティー券を買ってもらった話というふうにね、直接、まあ、言及していないので、もう一回ね、12月12日にアンケートを取ってみました。下記のパーティー券をめぐる問題はどちらも悪質ではありますが、どちらがより悪質度が高いと思いますかという質問なんですね。で、1、脱税を通じた裏金作り、2、中国人への大量販売を通じた政治資金作りということですね。はい、結果こうなりました。はい、ドン。脱税を通じた裏金作りが 9.7% で、中国人への大量販売を通じた政治資金作りが 90.3% で、まあ、同じような結果ですね。つまりやっぱり中国人から資金を得てる、政治をしていることの方が問題だよという人が圧倒的に多いということなんですね。はい、それで、今日ですね、12月13日に、このアンケートに対して、僕はこのように、リポストしました。政治を動かす重大な力は2つある。一つが票で、もう一つが政治資金。その重大な力の一つである政治資金を中国人にまで依存している派閥岸田派に日本の政治を任せられるのか。日本の EEZ に5発もミサイルを撃ち込まれても、スパイ V を設置されてもだんまり、孔子学園や中国秘密警察も放置、日本の土地は買われ放題、上海電力は徴量ばっこ、再エネ賦課金は中国に還流、日本学術会議は潰さず、スパイ防止法もやる気なし、てんてんてんというふうに書いたんですね。この岸田自公政権が進めている政策というのはかなりね、やっぱり備中政策ではないかというふうに感じられるんですけども、その裏にですね、このような献金が、まあ、献金というかね、パーティー券の購入という名の、まあ、数千万に及ぶね、献金があるんじゃないかと、表だっただけでそれだけのね、献金があるんで、裏ではどれだけの献金があるか分かりませんけどね。はい、で、まあ、一つ一つ見ていきますとね、まあ、ミサイルを EEZ に5発も撃ち込まれたじゃないですか、ね、これは去年でしたかね。その時にね、岸田さんはなんと NSC というね、国家安全保障会議を直ちに開かなかったんですよ。普通はね、そういうね、自分とこの EEZ にミサイルが着弾したりすると、まあ、これは撃ち込まれたと思いますけどね、これはもう即ですね、国家安全保障会議を開いて、明確な抗議の意思を表明しなきゃいけないじゃないですか。それしなかったんですよ。はい、スパイ V が設置されても、あれ7月ですね、今年の7月分かって、いまだに放置してるんですね。うん、それから孔子学院というのはね、これ中国のスパイ組織とも言われてますけれども、それもアメリカとかどんどん潰していってますから、日本はずっと放置ね。中国の秘密警察もこれ完全に日本の主権を侵していることになるんですけど、これもですね、徹底的に潰すという動き見られませんよね。あるいはこれ、まあ、公明党の責任も大きいんですけど、日本の土地はまあバンバン買われ放題で、重要な土地で、それから基地の近くの土地とかね、それからもういろんな安全保障上の問題にも関わるような、そういう土地がバンバン買われているということですね。それから、まあ、上海電力を、これは大阪維新の会の、これ橋本さんかな、当時橋本市長の時期にですね、上海電力が日本の再エネの、なんていうかな、この入札に、まあ、裏口で入ったという言い方をされてますけどね、それ以来も日本の再エネ業界というのはこの上海電力に牛耳られてるんじゃないかと。で、しかもですね、その再エネ賦課金って我々の税金のように取られてますけど、その、まあ、半分以上はですね、中国に還流しているという話があります。それから日本学術会議、これは日本のですね、防衛に関する研究は阻止し、で、逆にですね、中国の国防7校からの、
まあスパイと言ってもおかしくないと思いますけど、そういう研究者をどんどん日本に招いて、軍事技術、民間技術、ね、まあ、この療養技術というデュアルユースというものがあるわけですけど、そういうものの研究をどんどんさせていると。それがまた日本を攻撃する、ね、まあ、兵器、ね、武器に、まあ、流用されるというような事態ですね。そういうことも起こってるんですね。それからスパイ防止法、これもやるやるって、やるやるとまんま言ってないか、ね、憲法改正はやるやるって言ってやらないけど、スパイ防止法に至ってはね、そういう声すらもうほとんど上がってこないというような状況になってますよね。それからまあ他にこれ以外にもですね、核共有の議論はさせないという感じですよね。とにかく中国を刺激してはいけないと、ね、そういう、まあ、強い強いこの思いがこの岸田自公政権から感じられるわけですけども、その裏にですね、今回のそのパーティー券を中国人に大量に買ってもらっているということが全く影響していないのか、もちろんパーティー券だけじゃないと思いますけど、それ以外にもいろいろあるかも分かりませんが、こういったですね中国とのつながりというものが、政権中枢です。これ岸田政権というのは、岸田派というのはね、まあ、そのトップは岸田さんであり岸田総理大臣ですからね、そういうところにこのバンバン中国のマネーが入ってきていると、先ほど言いましたように票と資金がこれ政治を動かしているわけです、事実上ね。そういう意味でこの政治資金規正法というものをね、やっぱりパーティー券に関しても外国人には一切売ってはいけないというふうにしなきゃいけないんじゃないでしょうかね。しかもその20万円超じゃないと報告書に記載しなくてもいいようなね、そんなザル法をですね放置してはいけませんよ。はい、まあ、このね今の日本の政治もう本当にねみんながこぞってね赤信号をみんなで渡れば怖くないみたいなレベルになってるじゃないですか。本当今の日本の政治は危機的な状況だと思いますよね。はい、新しい政治の風を吹かせてね、本当日本を改革しなきゃいけないですね。日本保守党がねその重大な任務を担っているというふうに思いますので、ぜひねこれからも日本保守党、その野党、健全な野党はねもう含めてね、こういった政治を許さないというそういう気概を持ってね、我々やっていかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。あ、そうそう、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。